こんにちは。今日は金曜日なので、コンビニの新商品を食べます。それではいただきます。まずはじめにファミリーマート、冷やして食べる国産リンゴのクイニーアマを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。では食べてみます。うわ。美味しすぎる。このパリカリ感とバターの風味すごい。まずね、カラメリゼの甘香ばしくパリパリガリガリとした食感が最高です。生地は塩気があってバターの風味がブワーッと広がります。生地自体はしっとりしてますね。で、中のカスタードとリンゴも本当に美味しいの。うまっ。美味しすぎる。カスタードホイップはバニラピーツ入りで柔らかく、卵のコクやミルキーな風味を楽しめる優しいカスタードですね。でね、シロップ漬けされた角切りのリンゴがゴロゴロ入ってるんですけど、シャキシャキで甘酸っぱいです。うわ、やば、これタイプすぎる、美味しい。次はもちっと生地の生コッペパン厚切りハムカツを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。うわ、すごいボリューム。まずね、生地はふんわりしっとり、そしてもっちりしていて、ちょうどいい噛み心地なんだけど、口どけがよくほんのり甘いです。で、このハムカツ、衣はソースがしみしみで、ちょっと固めですね。で、ハムの部分がこれだけ分厚いから、肉肉しいというか、しっかりハムを堪能することできます。マスタードソースもね、たっぷり入ってて、マスタードの辛みもドーンできます。いや、すっごい食べ応え。見た目の迫力もすごいしね。ハムの存在感とソースとマスタードのダイレクト攻撃。コロッケの時も思ったんだけど、ちょっとね、食べにくさもあるので、少しだけ電子レンジで温めてもいいかも。いや、この荒々しい感じがすごいね。めちゃくちゃお腹空いてる時に食べたり。次は口どけ生地、生コッペパン、ダブルピーナッツを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。中はこんな感じです。では食べてみます。美味しい。やっぱり私こっちのね、パン生地のが好き。しっとりふんわり柔らかくて、口どけがめちゃくちゃいいです。でね、下のピーナッツクリームはねっとり濃厚で、甘さの中にほんのり塩気も感じます。でね、ピーナッツのね、粒がたくさん入ってるんですけど、その食感がいいアクセントになってます。上はピーナッツホイップなんだけど、ピーナッツの風味が良くて、なおかつミルキーで口どけ滑らかです。マジで何回食べてもこのブリオッシュ生地の口どけの良さには感動する。ほんとね、ピーナッツの風味がいいです。
ファミリーマート最後、わらび餅アイスは、きなこ黒蜜を食べます。袋から取り出すとこんな感じです。中はこんな感じです。すごい美味しい。でさ、冷凍庫から出したばかりだけど、黒蜜ソーストロットロですね。うわ、美味しい。すごい、聞いた時ね、こんなにたっぷり中が入ってると思わなかった。ちょっと今からね、食べかけ見せるので、苦手な方は15秒ぐらいスキップしてください。見せます。これわかりますか？もうアイスの部分の方が少ないの。こんなたっぷり黒蜜ソース入ってます。でね、アイスの部分はきな粉の香ばしさと風味がいいですね。で、黒蜜ソースはトロトロで濃厚な黒蜜の風味を楽しめます。でね、わらび餅は柔らかくもちもちしてるんだけど、トローンとしたわらび餅ってよりかは、タピオカをね、めちゃくちゃ柔らかくしたような、そんな感じですね。これハマる、美味しすぎる。アイスの部分が薄いから食べるとき注意ですね。次はローソンショコラプリンを食べます。横から見るとこんな感じで、上から見るとこんな感じです。これ普通のホイップじゃなくてホワイトチョコレートホイップなのが魅力的ですね。お、結構固めなのかな。うわー、美味しすぎる。最初ね、スプーン入れた時は固めなのかなって思ったんだけど、口に入れるとめちゃくちゃ滑らかに溶けていきます。上のホイップは固めで、ホワイトチョコレートのコクがあってミルキーです。下のチョコレートプリンはとっても濃厚で、チョコの風味と香りが豊かでビター感があります。うわ、これ美味しい。こんな小さいカップだけどね、とっても味わいが濃厚だからかなり満足感がある。次はしっとり焼きチーズサンドケーキを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。表面はペタペタしてて、生地全体的になんか油脂感がある感じかな。しっとりしてるだけかな。生地はね、しっとりふんわりしていて、スポンジをめちゃくちゃ粗くしたような、のプラス蒸しパン要素も含まれているというか、ちょっともっちりもします。でね、中のクリームチーズは柔らかくて、甘くて油脂感があるタイプのクリームですね。ほんのりチーズの風味がします。チーズケーキサンドって割にはチーズの風味はね、甘い感じなんだけど、まあ無難に美味しいかな。ローソン最後、くるみ餅で巻いた餅食感ロールみたらしを食べます。カップを取り外すとこんな感じです。正面から見るとこんな感じです。くるみ、みたらし、餅、絶対美味しい。美味しすぎる。うわ、すごい香ばしい。いや、もう絶妙すぎて止まらない。もち食感ロールって飽きちゃう時もあるんだけど、これはね、ペロッと食べれちゃいそう。
ずね、生地はしっとりしていて、もちもちの弾力が楽しめます。でね、今回くるみ入りなんですけど、くるみの香ばしさと食感が最高。中のクリームは甘さ控えめで、やや乳味感があってコクがあるんだけど、後味すっきりというか、くどさは全くないです。だけどね、ミルキーな風味は残ります。そして真ん中にあるみたらしソースですよ。甘じょっぱくて香ばしくて、くるみとの相性抜群です。うまい。私がさ、みたらし大好きってこともあるんだけど、今回のマジで美味しすぎる。ごちそうさまでした。ローソンとファミリーマートの商品美味しかったです。なんか今週はね、私好みの商品が多かったというか、すごいどれも美味しかったです。中でもまた食べたいなと思った商品が、ローソンのくるみ餅で巻いた餅食感ロールとチョコラプリンと、ファミリーマートの冷やして食べる国産リンゴのクイニーアマンです。皆様もぜひ気になる商品からお試しください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。さよなら。まるちゃんラーメン貫煮屋横浜家系醤油豚骨を食べます。うん、香ばしい、いい香り、しょっぱくて美味しい。豚骨の旨味も十分感じるし、焦がしたようなね、香ばしさも感じる。そして醤油のズバッとしたしょっぱさとパンチがあるんだけど、じんわり甘さも広がりますね。あー、これはね、ご飯と一緒に食べたい。さて麺はどうかな。肩むっちり系だ。美味しい。スープ美味しいんだけどね、この麺すすった時に感じる治癒感というか、家系大好き、ショッパーマイル大好きって方はハマると思います。美味しい。